どうも皆さん、こんにちは。おにぎりでしょうか。今日はメーカーファブスから発売されているこちらのデバイスの紹介です。 1.28 インチの丸型のモニターがついたスマートウォッチなどを作るように設計されたデバイスになります。後ろの方にも拡張ポートなどついていて、メインのチップとしては ESP32S3 というものが利用されていて、 Arduino の開発環境である Arduino IDE を利用して開発を進めていくことになります。なのでご自分でビルド環境を整える必要はなく、サンプルのプログラムをいくつか動かしてみたんですけど、それほど難易度としては高くないものになるのかなというふうに思います。それではまずはハードウェアから見ていきたいと思います。まずはサイズから。手のひらサイズの基板に 1.28 インチの丸い液晶がついています。裏面には SD カードスロットがついていて、この SD カードスロットはプッシュ式になっています。そしてついているポートを見ていくと、開発を行うために必要な USB-C、 そしてバッテリーのコネクタ、そして GPIO や I2C といったデバイスを接続できる4ピンのコネクタがついています。このコネクタにはメーカーから発売されているものや自分で別で購入した I2C デバイスを接続することもできます。ちなみにこのコネクタには 3.3V のピンがついているので、センサーによっては 5V しかダメというものもあるんですけど、ほとんどのセンサーならいけると思います。そして基板のこの辺りにアンテナのパターンがあるので、外部アンテナは必要ありません。また無線は Bluetooth と Wi-Fi を利用することができます。次にサンプルプログラムを動かしてみました。これは画像をマイクロ SD カードから読み込みしているサンプルなんですけど、これは基本的に Arduino IDE で書いてある通りに設定をして転送ボタンを押すだけだったので、それほど難しい部分はありませんでした。では次は Arduino の開発環境でArduino IDE の設定を少し見ていきたいと思います。ではまずこれが Arduino の開発環境になる Arduino IDE。 現在この動画を作っている時点でバージョンは 2.1.1 というものが最新になっています。ご利用になっている Windows、Linux、MacOS のこの中からまずダウンロードしていくので、比較的新しい Mac であればこのあたり、 Windows であればおそらくこの一番上のやつをクリックしておけばいいと思います。 Linux についてはね、説明はおそらく不要だと思うので、ここは省略します。それでは Arduino IDE 起動すると、まあ大体こんな感じになっていて、すでにまあ自分の場合はね、サンプルのソースコードを書いてしまってるんですけど、やらなくてはいけないことというのをまず説明していきます。まずはこのボードを追加というのをしていきます。ここにこのボードマネージャーというボタンがね、このいくつかこのライブラリーとかあるんですけど、この上から2つ目をクリックします。 ESP32 と入力してエンターを押すと、まあ、いくつか出てくるんですけど、この中のこの ESP32 と書かれているものをインストールをしておきます。では次はライブラリーのインストールです。画面の左側の方にあるこのボタンがいくつかあるんですけど、ライブラリーマネージャーというのがあるので、これをクリックして順番にライブラリーをインストールしていきます。インストールするライブラリーについては、メーカーの公式サイトのこの下の方に徐々にスクロールをしていくと、この辺にね、リファレンスというところがあります。この一番上のウィキはクリックするとドキュメントがね、ある程度書かれていたりとかするので、わからないときはこの辺りを参照することもできます。ただ開発環境については、この GitHub の方を開くと、まず GitHub の方にまあコードがね、サンプルのコードがあるんですけど、このあたりどんどんスクロールしていって、下の方のこの黒い部分ですね、このコンパイラーオプションというのがあるんですけど、ユージングライブラリーなんとかなんとかっていう風にいっぱい書いてあります。これを順番に Arduino の方でインストールをしていきます。例えば GFX ライブラリー Arduino っていう風に書いてあって、バージョンが 1.3.1 というものがここに書いてあります。そしてこの Arduino の開発環境の方で、これだけでね、検索すると本当は1件だけね、ヒットしてくれると分かりやすいんですけど、残念ながらこういくつか出てくるので、この中でバージョンが例えば 1.3.1 というものが選べるものを探していきます。名前がね、まあ、明らかに違うものを混ざっています。なのでこう順番にね、スクロールしていって、 GFX Library for Arduino と名前が一番近いものを選びます。本来であればこの 1.3.1 というのを選ぶべきなんですけど、まあ、自分の環境ではね、 1.3.7 が入ってます。そしてこのあたりを全部順番にインストールしていきます。順序は別にね、上下しても全然問題ありません。ようやく開発環境のね、構築ができたので、今度は ESP32SC に対して USB 経由で接続をする必要があります。まずはデバイス自体をね、この物理的に USB ケーブルでパソコンと接続をします。この時点ではね、特にボタンを押したりする必要はありません。そして次はここでどのデバイスかというのを選んでいくんですけど、このボタンを押した後はこの下のセレクトアザーボード&ポートというものを押して、このボードの部分に ESP32S3 というふうに入力をします。そうするとね、まあ、いくつかこんな感じで出てくるんですけど、今回使いたいのは ESP32S3 デブモジュールと、これを選択しないといけません。こんな感じでね、絞り込むともっと簡単に見つけることができると思います。そしてこの右側のポート、これは
はまあ基本的にね、つながらなかったら次のっていう感じで順番にまあやっていけばいいんですけど、基本的に見分ける方法としてはこのカッコ USB というふうに書かれているものを選択します。この USB のポートが何個も出てくる方は多分身に覚えがあると思うので特にまあ説明はしないんですけど、この USB 接続でシリアル通信をして RD の IDE からデータを転送したりするので、このカッコ USB となっているものを選ぶ必要があります。あとは画面の左上にあるチェックボタンやこの右側の矢印ボタンを押すことによってビルドや実行をすることができます。ということでいかがだったでしょうか。こちらのデバイスはその見た目から分かる通りスマートウォッチを作る方向けに作られているように思うんですけども、もちろんねバッテリーコネクタがあったりと 3.7V のリポバッテリーを接続したら基本的に使えるといった状態になっていると思います。ただねこの側とかの部分については完全に 3D プリンターなどで自作することになるので、このあたりをね楽しめる方にとってはなかなか自分専用のスマートウォッチを作れるというすごいデバイスになっていると思います。ということでこちらのデバイス説明欄の方にリンクを載せてますので、興味ある方はぜひチェックをしてみてください。ということでそれではまた今度。ちなみにこの会社は他にもいろいろと作っていて、こういった四角いタイプの同じコントローラーチップ ESP32S3 が利用されているんですけど、スピーカーがついているものや他にもいろいろなサイズで展開をしています。もちろん画面サイズが違うのでそのあたりの修正は必要になると思うんですけど、ある程度一旦作ってしまえば自分の作りたい画面サイズや目的に合わせてデバイスが作れるのかなというふうに思っています。このあたりもねまたおいおい紹介していきたいと思います。ということでそれではまた今度。